おはようございます、おはようございます、ヘルチャンネルの時間でございますよ。さあさあ、そんなわけでございまして、ご覧になっていただいたら分かっていただける通り、カメラの画角が変わりました。そこじゃないだろうヘルさんカメラの画角はいいんですけど、雪がすごいことになってるというわけでございます。小津さん、今何をやってるのかって言ったら、家族を電車に乗せるために駅まで行った、その帰りの様子をお届けしたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなわけでございまして、駅から今家に帰ってる途中なんですけど、雪降ったね、えらいことになってるというわけでございます。小津さんが住んでるのは広島県の広島市っていうところに住んでるんですけど、皆さんお住まいになってるところもえらいことになってるんじゃないでしょうかというところを今日は感じてとるというわけでございます。ただいま外の気温はマイナス2度でございます。そして今何を感じてるのかって言ったら、 N 版に履かしていますスタッドレスタイヤ、4年目に突入しておりますブリザックの VL1 っていう商用車専用のスタッドレスタイヤなんですけど、まあ一応効いてるのは効いてるなっていうところを感じながら走ってるんですけど、新品時のグリップ力っていうのはやっぱり薄れてきてるなっていうところを感じております。おー、そうだねそうだねっていうのが、何がそうなのかって言ったら、後ろタイヤが N 番っていうのは前輪駆動なんですけど、後ろのタイヤがちょっとこう滑るっていうところを感じながら走っておりますよ。滑ってますよ。ただいまの時刻午前8時38分というわけでございますが、だいたい8時半とか9時ぐらいになったら雪っていうのは止むはずなんですけど、より一層激しく降り始めてきだしたなっていうところも感じております。今年の冬は寒くなる、そして雪が多いっていう予報が出ていたんですけど、まさしくその通りだなっていうところを感じつつ、こういう日は外出しなくていいような人は外出しない方が確かにこれはいいなっていうところを感じております。下手に出歩いて事故でもしたら修理代の方が高くついたりとかね、いろいろあるというわけでございますので、特にオートバイでございます。小津さんといったらオートバイを乗り回してっていうところの動画をよく出しているんですけど、この日にオートバイはやめようぜっていうところは感じるというわけでございます。おー、すげーすげー後ろタイヤがバシバシ滑るな。フロントタイヤじゃなくて後ろタイヤがもうヨレ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 してから、へえ、もうこういう体験は初めてでございますよ。ただいまの時速は15キロぐらいだな。うん、そうだね、15キロぐらいで走っております。先ほどお話ししましたブリザックの VL1 っていう商用車専用のスタッドレスタイヤなんですけど、これあれだな、普通の乗用車でありましたら通常のブリザックを履かした方がグリップ力はあると思います。でもね、小津さんの N 版は商用車だというわけでございますので、 VL1 商用車専用のスタッドレスを履かさないといけないというわけでございます。何回も何回も商品名言って申し訳ないんですけど、ブリザックの VL1 商用車乗ってるんだったら、商用車に乗ってるんだったらおすすめなんですけど、商用車じゃない人はこう、まあ商用車じゃない人はこれは買わないとは思うんですけど、まあまあ商用版のブリザックは4年目、こういう状態でございまして、これしか選択肢がない人はブリザックおすすめだっていうところをお伝えしまして、本日の動画を終了させていただきたいと思います。はいちょっと短い動画でごめんね。ではでは。